ケンジさんお願いします。今日はですね、コーディネートでおしゃれに見せるにあたって腰元で変化を持たせることってものすごく重要なんですね。なので本日はタックインした時だったりとか、あとは腰元でかっこよく見せる方法をですね、皆さんに特別に共有していきたいと思います。では早速行ってみよう。はい、本日は腰元でかっこよく見せる方法をですね、皆さんに共有していきたいと思います。イエーイ。ということで、で、まあ、やっぱりね、夏ってアイテム数が少なくなって着こなし方でちょびこを持たせたりとか、あとは小物の使い方でかっこよく見せるやり方とかいろいろあるんですね。で、そんな本日はですね、腰元、今ね、じゃじゃん、黒いトップスにヒゲ長ワイドパンツを、合わせています。ですので、まあ、黒に黒なんですよね。で、さらに今タックインしてるんですけども、はい、こうしたらさらにもっと超シンプルな格好になっちゃうわけなんですよ。で、なんかその寝巻きで出かけてきたみたいな感じもなっちゃうんですね。しかも今ちょうど忘れてたので、バングルも一つだけしかつけてなくて物足りないという中で、じゃあタックインしようぜってなった時にも、タックインしてもまだねシンプルに感じる場合は感じるし、まあ、今ねこれ黒 T 着てるんですけども、他に控えて考えてほしいんですが、これに小物を足すとよりねかっこよくかついい感じになるんですよ。このダンスがものすごくダサいんだけども。なので今回はですね、とっておきの方法をですね、特別に皆さんに共有していきたいと思います。はい、今先ほどとどう違うかというと、入れすぎてるんですよね、タックイン。まあその後々ねタックインの方法も動画でご紹介しようと思うんですが、大事なのはここの上をちょっとたるましてあげること。タックインって、まあ、入れることってすごくね真面目な印象があるんですよ。真面目なその印象をちょっとねだらしないところで中和させてあげるところが重要なんですね。スーツの方はさ、これちゃんとしっかり入れる方なんて入れるイメージなんだけど、ちょっとたるませてあげることが重要です。で、2つ目にこちらねウォレットチェーンでございます。あくまで一例としてね聞いていただきたいんですが、ここに挟んであげる。そうすると腰元だけ見るとこんな感じになります。まあ、ちょっとね決めすぎてるように感じる方ももしかしたらいるかと思うんですが、まあ、こういったところをするとどんどん差別化が図ってって、マンネリ化することがなくなっていたりとかもします。はい、で方法3、方法3がですね、はい、こちらジーズのウォレットチェーンでございます。こちらちなみに友達のダイ君から買いました。で、購入場所に関しましては下の概要欄見ていただきたいんですが、結構もう毎回売り切りになっているアイテムですね。ハイでつけました、いかがでしょうか。今本当に些細な差なんで細かい部分なんですけども、それで細かい部分がめちゃくちゃ重要なんですね。で、まあ、つけることによって、まあ、その腰元で、まあ、レイヤードの、役割になってくれてますよね。なのでそういったところも魅力的だし、あとは、今回こちらのねキーアクセサリージーズのやつがすごく優秀な理由がもう一つはございまして、これさ出すじゃん、出すと、まあ、ちょろっとしか見えないんだよね。で、もう少しガツンと見せたいよって場合は、このキーアクセサリーをこれこうつながってるやつがこうなってたんだけど、これをですねここで外してたるませるんですよ。たるませたらこのままさっき見たくつけるんですけど、つけたらより長い状態でぶら下がるんですね。で、そうすると先ほど以上によりキーアクセサリーが見えるんですね。その状況によってこの長さが変えられるっていうところが魅力的な点ですね。まあこうやってやるとより見えすぎちゃう可能性もあるんですが、まあそこもねまた可愛らしいところなのかなと思います。いかがでしょうか。めちゃくちゃいいね。うん、で、方法4つ目がこちら。じゃあエンダースキーマのカラビナっていうアクセサリーでございます。はい、こちら2種類あって、黒のねレザーを使ったタイプのものと、あとはキャメルのねレザーを使ったアイテムのものがございます。で、今回僕は、まあ、こちらにも良かったんだけど、今回ブラックを買いました。まあ今になってねよくブラック着ることが多いのでこちらにも良かったかなと思ってます。やり方としては全然さっきと同様にここをかけて、まあ、このようにこう垂らすだけで全然こう見栄えが違ってきます。こちらの価格がだいたい6500円ぐらいでございました。エンダースキーマでねオンラインストアだと売り切れてたんですが、バレモコーだったりとか、あとはその他のショップだと、まだこう在庫があるところがあるっぽいので、まあ、ぜひね今日運んで買ってみてはいかがでしょうかって。これ結構いいね。で、今回のこちらの難点としましては、まあ、先ほどね、まあ、そのこれがね優秀すぎるっていうのもあるんだけど、長さが変えられないので T シャツをねこう伸ばした時にもうがっつり見えなくなっちゃうんですよね。なんで、まあ、タックイン専用かなとは思います。とかあとはこちらの T シャツの丈感がほんの少し短いもの、これぐらいのものだったらこのアクセサリーも生きてくるのかなと思います。しさらにこのね形もめちゃくちゃ可愛いよね。で、さらには僕持ってないんですけども、こちらイッチっていうブランドのキーリングもものすごくかっこよくて大人気なアイテムでございます。で、イッチの説明がメンズでもないレディースでもないクラシカルでもないモダンでもないカテゴリーやジャン
ャンルなどもなく、ただいい感じのものづくりをすることにこだわったブランド、イッチらしいですね。ジャンルを選ばず、どんなスタイルにも落とし込めるようなアイテムがいっぱい置いてあるのがイッチですね。はい、さらにこれ、イッチのこうキーリングはこちらのね、ボックスに入ってるらしいので、まあ、あの、誕生日プレゼントだったりとか、あとは、何かこう、記念にプレゼントするときに、こう、向いてるなと思ったので、もしね、女性の方が見てたら、まあ、男性へのプレゼントもいいし、あとは、まあ、男性の方が見てたら、好きな彼女さんにおねだりしてみるとか、あとはたまた友達にプレゼントするときに、こういったイッチのね、時代のボックスのやつは、ものすごくおすすめだなと思いました。あとは、まあ、ルースとかに置いてあるイメージでしたね。あと、どこだったっけな、あの、割れ向にも昔置いてあったイメージだったので、まあ、結構いろんなところにもセレクトされて置いてあるので、そちらもものすごくおすすめでございます。で、これでも僕全然満足できるんですけども、これでもまだね、満足できないって方は、同時付け、結構もう小物でめちゃくちゃ遊んじゃうっていうのも結構ねやりすぎじゃないと思う方の方がまあなんなら多いと思うんですけども、こういった方法もねなくはないかなっていう感じで、まあぜひねいろんなねこうタックインの方法をやってみてください。さらには同じ方向につけちゃうのもまた可愛いなと思います。僕はまあこっちの方が好きかなって感じでございます。はい、で今回使ったアイテムに関しましては下の概要欄にリンク貼ってありますので、まあぜひそちらから、詳細ご覧になってみてください。少しでも参考になったり良かったよって方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現地の動画でした。ありがとうございました。